んにちは、みーちゃんです。いつもご覧いただきありがとうございます。はい、みーちゃんこと、53歳162センチ体重はおそらく63キロです。測ってない最近。はい、そして骨格ウェーブ、ブルベ冬です。はい、ブルベ、イエベ、いろんなものがあるようですが、ちょっとよく意味はちょっとそれ昭和なのであまり詳しくないですが、ブルベ冬でした。はい、そして私みーちゃんですね、以前、若い頃ですね、ショップの店員ですね、ブランドはもう今はないと思うので、そちらの方の、店員をしておりました。洋服大好きということで、島村コーディネートをやっております。はい、そして、ちょっと遅くなってしまったんですが、昨日と思ったんですけど、昨日ちょっとね用事ができてしまい、撮影できなかったので、今日ですね11月29日撮影しております。はい撮影してすぐにね、いつもね頑張ってあげているので、たまにちょっとね遅くなってしまう時があるんですが、お許しください。すいません、なるべく早くと思ってね、夜頑張っております。これから編集頑張ります。はい、ということで、先週11月25日購入品の紹介をしていきます。よかったら、最後までご覧ください。はい、そしてこの後半ですね、この、動画の撮影コーディネートの最後の後に、前回、1500名おかげさまで、チャンネル登録者が来ましたので、毎回500、1000名と来て、プレゼント企画をやってきてました。はい、そして今回も1500ということでプレゼント企画、やっていきます。最後までご覧いただき、何がもらえるかよかったらご覧ください。早送りしないでねそこだけ見るようなのしないでね、だってよかったら最後までご覧ください。はい、それでは、購入したもの紹介していきます。どうぞ。はい、それでは紹介していきます。今回で11月25日金曜日、大感謝祭ですね、チラシがまた入って、たくさんの方々のコラボ商品、一部店舗販売とかね、あとアクセサリー、いろいろあったと思うんですけれども、私が今回購入したのはですね、はい、私が今回購入したものはこちら、レナさんのスカートですね。素材感も良くて、きちんとこの値段で裏地がついてるんですよ。裏地もついて、前がこういう感じで、多分皆さんお分かりくださいか。前がベルト芯になっていて、ここは伸びる感じではないです。で、後ろがゴムの感じで、片方、右側だけですね。右側だけにポケットがあります。この値段でポケットついてるのもすごいかなと思います。ポケットがついて、ちょっと肝だった感じの、素材で。こんな感じですね。あったかい素材になってます。はい。で、後ろに切り替えがある感じで、A ラインですね。A ラインのスカートになっております。お値段がね、1320円なんです、税込みで。この値段でちゃんと裏地もついて、ちょっと裏地やっぱちょっとね、それちょっと固めの裏地かな。裏地もついて、この素材としてこのラインはすごい綺麗だなと思ったので、こちらのスカートですね、 A ラインの白黒、チラシの方の紺系の色合いのチェックはもうやっぱりもうサイズが L サイズなくって、今回これちょっとね細身なんですよね。 L サイズでも結構な細身だったので、 L サイズの方の、チラシの商品はもうなかったんですよね。なのでこちら白黒はあったので、こちらの L サイズを購入してまいりました。
はい、これからあったかいなと思って、あのスリットが入ってるのはやっぱりちょっとね、あの寒いかなと思って、あのもう一つのデザインの方ね、なのでこちらの A ラインのスカートにしました。やっぱり、無難なモノトーンを購入、こちらの白黒の方を購入してしまいました。そしてね、思ったので私は今回はこのスカート一定にしました。はい、ということです。はい、で、この1点ですけれども、あの試着動画やっていきますので、最後までよかったらご覧ください。はい、試着してみました。以前購入した、なんだっけ忘れちゃった、はい、でも変えたマリーさんじゃなくてマリリンさん、マリリンさんのニットと合わせてみました。マリさんはマリンシャシャさんだはい、スカートは結構ね細身です。このぐらいです。結構ちょっとぽっこり見えちゃうかな。はい、このぐらいで、お尻の幅も、私の L サイズで入ってほんとちょうどいいぐらいの幅ですね。細さの感じが、A ラインなのですっきり見えるかなと思います。はい、モノトーンにちょっと差し色で、グリーンに合わせてみました。はい、こんな感じです。で、レナさんの感じなのでやっぱりちょっと大人っぽい雰囲気がいいかなと思ったので、ブーツと、こちらバッグですね、合わせてみました。こんな感じです。次に合わせたのは以前購入した田中里奈さんのトレーナーです。はい、モノトーンで、ここのロゴがモノトーンというか、あの写真がモノトーンなので、あえてちょっと砕けた感じでトレーナーと合わせてみました。このトレーナーね、何度か着てますけども、あの毛玉にもならないし、あの大丈夫ですよ、皆さんおすすめです軽いからね、すごい着やすいしあったかいです。はい、これはあの買ってよかったなと思います。あとブルーもありましたけどね、ブルーも色違いもいいかななんてちょっと思い始めてます。はい、こんな感じです。先ほど着ていたニットと合わせてみました。こんな感じです。ベージュ系ざっくりした感じのニットと合わせても可愛いかなと思います。ちょっと大人っぽい感じね。いかがでしたでしょうか。今回はね1点でしたのでね、あんまりそんなにコーディネートはしなかったんですが、白黒チェックなので、1枚あるとね、あの柄物1枚あると本当便利かなって思いますので、ないっていう方はおすすめです。はい、軽くて履きやすいですね。はい、合わせもしやすいので、よかったら参考にしてみてください。はいはい、そして皆さんお待ちかね、早く知るよって思っているかもしれませんが、プレゼント企画、みーちゃん1500名いったのパフパフパフということで、プレゼントはですね、こちら、ストールになります。こちらのストールですね、今の時期とっても使いやすいかなと思うので、ストール、すごいね、あの肌触りがいい感じでチクチクしない柔らかい素材になってます。でお色がこういう感じでブルー系にしました。かわいいでしょ、ブルー系。
この色合いがすごい気に入ったので、すごいね、いろんな店舗を見てきたんですいろんな店舗、いろんなところ行ってきた、何店舗か、その中で、こちらのストールが気に入ったので、こちらのストールですね、島村商品ではないんです、実は。はい、島村商品ではないんですが、こちらですね、ストール、黒、ベージュとブルーですねの、ストールになります。はい、こんな感じです。幅広になります。はい、こういう感じの幅広になります。かわいいでしょ。このまま、1枚でこんな感じで使ってもらってもかわいいかなと思います。はい、こんな感じですね。ベージュとブルーなので、お色そんなに、お洋服のお色とかコートのお色は選ばないかなと思います。こんな感じで使ってもらっても可愛いです。はいそしてブランドとかではないです。本当にそんなすごい何万もするものではないので私が買ってきたものですからね。はい、こちらになります。はい、であと薄手になっているので、そんな厚ぼったくないので、半分にして普通にこんな感じでクシュクシュっとして首に巻いていただいても、はい、こんな感じで首に巻いてもいいぐらいの薄さになってます。いろいろ使い勝手があるかなと思いますので、あとあんまり外には行かないわっていう方でも、幅広のものはわざと選んだんです。ちょっとした出かけた時に、幅広のものだと膝掛けとしても使えるんですよね。ちょっと下出かけて、ちょっと肌寒い時に膝にかけてもいい感じの、幅広のタイプのストールにしてきました。なのでいろいろ使えると思います。はい、こちらですね。そして、ネックレス、あちこちね、これもまたあちこち探してきました。そしてちょうど、日曜日ですね、サブチャンネルの方でやってたんですけれども、福島空港でソライチといって、個人の方ですね、いろんな作家さん、作るのが好きな作家さんが作った商品で、すごい私が気に入った商品があったので、そちらのネックレスを購入してきました。はい、こちらですね。はい、こちらの商品です。ちょっとね、アンティーク加工になっているもので、後ろに革になってます。後ろが革になってます。はい。で、ちょっと文字が入った感じで、こんな感じで、これからっていうか、今の時期ニットにやっても可愛いかなって、レコードになってます。で、ここで調節ができるような感じ。こんな感じが調節できるようになってます。で、ちょっとね、こういうざっくりめのニットとかもういろんなものに使えるかなと思います。ちょっとトレーナーっぽい、先ほど着てた私のようなトレーナーっぽいので、ね、使ってもいいし、あんまりお洋服選ばないかなと思います。ちょっとやっても可愛いですよね。可愛くないです？私はこれの色違いを購入しました。はい、本当はこれブルー私買ったんですけど、この色はこれしかなかったので、こちらを同じブルー系にして合わせてみました。こちらの、ネックレス。そして、前回私がちょっとねいじってし取れなくなっちゃったファーのキーホルダー、これかわいいでしょ。すごい猫耳ちゃんなんです。猫耳ちゃん、にゃんにゃんなんですよね。猫耳ちゃんがついて可愛いなと思うので、こちらですね、ゴールドで、こちらも、はい、こちらもお付けしますはい、ということで、こちらの、ストールと、ネックレス、可愛いですよね。このネックレスと、ネックレスと、あと夏場の時に、普通にトレーナーじゃなくて T シャツの上にやっても可愛いし、季節とらわれず使えるかなと思います。はい、
で、あとニャンニャンキーホルダーこちらの3点をプレゼントになります。1名の方になりますね。プレゼント3点まとめてプレゼントになります。はい、で1500名記念ということですので、チャンネル登録、している方限定になりますので、今から、チャンネル登録していただいて、応募していただいても構わないです。はい、でまだという方はチャンネル登録していただいてから、応募お願いいたします。はい、あとチャンネル登録していただいている方はもちろん、ぜひ、応募ください。でコメントの方から、欲しいは、くれ何でも構いませんみーちゃんラブでもいいですし、はい、とにかく欲しいですと一言言ってください。はい、そういうことでこの3点1名様になりますので、ぜひご応募お待ちしております。チャンネル登録も忘れずお願いいたします。はい、今日は以上です。最後までご覧いただきありがとうございます。次回ですね、今度明日なんですよね、水曜日、何が発売になるのか楽しみなんですが、またいいものがあるといいなと思います。なので、水曜日、私健康診断健康診断なの明日で1日はね、コロナのワクチン、どうかな、コロナのワクチン大丈夫かな、反応が出ないことを祈ります。はい、ずっとこのところ出たことはないんですね、大丈夫かと思うんですが、ちょっと体調を見て、撮影して、この後ちょっと追っかけるような感じになってしまいますが、アップしますのでまたご覧ください。はい、以上です。ありがとうございました。長くなっちゃった、またありがとうございました。それではバイナラー。